皆さんこんばんは、三宅淳一です。お待たせしました、ネーブル12年ぶりの生放送番組ネブ生、名前の通り生放送でお届けします。イエ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 イ。はい、この生配信は本日はそう、小野涼子さんがお休みということで、 MC は僕が務めさせていただきます。よろしくお願いします。ね、あのさん見てますか？見てないですよね。ゆっくり休んでください。僕頑張りますよ。はい、ということでね、一人で頑張っていこうと思ってたんですけどもね、どうやらなんか今日はね、西又が出てくれるみたいなので、二人でなんやかんや皆さんと楽しみたいなと思います。はい、今回もネーブル YouTube チャンネルとニコニコ生放送のネーブルコミュニティにて同時生配信となっていますよ。 YouTube でご覧の方はチャット文のところにコメントをつけることができますので、どんどんつぶやいてください。拾いものは拾います。ニコニコ生放送の方でもね、ぜひともコメント書き込んでください。お願いします。はい、というわけで皆さん、日曜日の夜ですけどもね、もうどうですか、ご飯食べ終わった感じ、それとも今食べてんのかな。まあお酒飲んだりお茶飲んだり何かしながらでもいいですけどもね、あのぜひとも楽しんでってください。お願いします。はい、そんなわけで今日小野さんいなくてね、ちょっと寂しいなみたいな心もとい感じあったんですけども、なんとか頑張りたいと思います。まあみんながいるから平気だね。日曜そうだね、日曜日の夜だと皆さんね、見れる人が多いのかなって思いますけどもね、ありがとうございますよね、ずっとスタンバってました、ありがとうございます。皆さんね、その気持ちに応えられるようにね、頑張りたいと思いますよ、三宅もね。はい、まあはい、ということで早速いきますか。はい、西又出てもらうんで入ってください、どうぞ。はい、ということで西又です。あ、どうも、西又葵です、よろしくお願いします。どこだカメラ。そこにありますね。お願いします、お願いします。はい、お願いします。いや、なに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 、小野さんの代打のつもりで。いや、違う、出る気もさらさらなかったんだけど。だって、違うの。え、違うよ。違うんだ。うん、ずっと出たくない、出たくない、出たくないって何だ。出たくないんだけど、うん、なんかね、みんなは一生懸命こう支援してくれてるのに、スタッフが一人も出ないっていうのはどうなんだっていう、まあ、社内の微妙な、ね、こう空気とか。あ、まあ、誰が出んだっていう話にはなりますよね。そうそう、それを感じながら、まあ、出るんだったらば一番最初はね、西又が出るでしょうっていうことになるんだと思うんですけどもね、うん、まあまあまあ、まあ、タイミング的にはどうだったのか分かんないけども、うん、まあまあまあ、小野さんの代打で喋れないからね、喋ってください。全然喋れない、お願いします。はい、はい、ということでね、珍しくこの2人でお送りしたい。珍しくっていうか。そう、でもさ、2人っきりはないか。うん、生放送はないね。ない、うん、なもちろん生放送ない。俺だって別に生放送そんなに出てるわけじゃないからね。多分一緒に何かをしたのは2016年に池袋でサイン会したのが最後。はいはい、まあ、なるほどね、はいはいはい、それだけです。なるほど、あれでもラジオとかは、うん、あー、1回出たか。あ、すごい、お顔は初めて見ました。あ、マジで。あ、え、ほんと。あ、そうなの。あ、まあでもしばらく外出てないのかもね。あ、なるほどね、表に出てないかも。あ、なるほどね。今ね、 VTuber とかみんなバンバンやってるけど、私にはこうアバターがないので、自分で出るしかないから。ああ、そうね、はい、西間先生かわいいって、うん、ほらなちこさん書いてくださいね。痩せるよ。誰もそんなこと言ってないんだよ。誰も言ってないんだ、そんなことは。はい、じゃあ、まあ、そんなこんなでね、まあ、はい、2人でお届けしていこうと思います。はい、はい、というわけで、旧暦空のクラウドファンディング開始から23日経ちましたかね、うん、はい、開始1日で目標の
1000万を突破してゲームが制作できるっていうことが決定しましたね。はい、そこでメインルートプラス1キャラ婚約が確定して、その後掲げられたストレッチゴール1300万円突破で攻略キャラクターヒロイン1名追加、これもクリアしまして、ヒロイン水月エイちゃんがですね攻略キャラクターで追加決定しております。はい、ということでね、前回の生放送ではねここまでがクリアされていましたが、その後のストレッチゴールめでたくクリアされております。ありがとうございますね、皆さん本当ありがとうございます。皆さんの、ね、熱量を感じておりますよ。森崎さんだ。お、こんばんは森崎さん森崎さんも来てください。そうだぜひぜひ、あの生放送ですけどもね、ぜひとも来ていただけると皆さんも喜んでくれるかなと思いますので、お願いしますよ。ね、このエイちゃんまで発表になって、そうだ、今回は新たにねクリアされたから、え、そうだよね、あ、違うか、その前にあれだ、うん、2つ目追加になったのはあれだね、1450万円突破でストレッチルのヒロインだった雪村こまちが登場決定っていうところがね、うんうん、もうそこまで行ったんですよね。そうそうそう、おー、本当にありがとう皆さん、ね、こまちかわいい、こまちだよ、やったねっていうことで画像がズンって出るのかな、この辺でねはい、雪村こまちです。足が臭いらしいですよ。え何その情報。いや本当これジャクソンさんが作った、うん、ね、なんでなんだろうっていう設定ね、足が臭いらしいっていう、足が臭い女そうそういや別にでもそんなのさ全然問題ないんじゃない。知らないけどいやそれがたまらんっていう人も中にはいるかもしれない、うん、逆方向かはよう分からんけど、うん、まあそれはだって改善できる要素ではあるから、あ、そうそうそう、別に、うん、別にねって感じだよね、ね、ね、うん、そうそう、嗅がせてみーよっていう話ですよねほらほらっていうね。何森崎さん生放送はちょっとそう言わずに、あ、じゃあ分かりました、収録の時にお面でもつけてもらってね。あ、お面、あ、そうなんだよね、結構みんなね顔出しが嫌だっていう話になるから、それならばお面でもつけて出てもらえたらね、うん、いいですよね、天狗のお面ねはい、ということでね楽しみにしておりますよ。小町さん可愛いです。そうだよね、可愛いよね、ほんと可愛い、うん、臭ければ臭いほどいいという説もあ、まあそれもマニアックか、まあ、言うよねそうとも言う、うん、そういう話もありますからね皆さんね楽しみにしていてくださいということでね、画像はストレッチルのものですので制服を着ていますけども、うん、まあまあまあ、まあ、前回とかも言ったと思うけど、小町婚約はできないですよ、もちろん、うん、できないです。それ散るから一応10年後っていう設定で、まあ、しかもだって主人公がカズトだからね、攻略できちゃったら困るでしょ。そうだね、困るかどうかは僕には分からないですけどもそうそうそう、困るでしょ、分かんないですけども、うん、まあ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 そういうことらしいですよ、うん、なかなかね、でもまたこの作品でも出る、まあ、だってまだほら出てないけどストレッチのリバースもありますし、そこでも大活躍するわけでしょ、クマッチはね、うんうん、さらにそこからケレソが、うん、ね、うん、ここでも会うことができるんですね。まあ、心配してるようなことは起こらないと思いますけどもね大丈夫だと思いますよということで楽しみですね。はい、そして続くストレッチゴール1500万円も突破。おお、すごい。わーい。ありがとうございます。本当にね。いやー、すごいですね。ということは攻略キャラクターヒロイン1名追加っていうね。まあ、これはね。これもクリアしてます。うん、まずまあまああるか順に。はい。桜井夜空ちゃんですよ。ね、そう。夜空。めっちゃ可愛い。そうキュート。はい、水月A ちゃんということで。3人目の攻略ヒロインいきますよ用意できてるはい、いきますよあ、まあ、そっちにも出るからね。そうね、うん、画面上は出ますね、はいはいはい、別でね、うん、生原生菜ちゃん通称イクイクです、イエーイ
でかわいい、かわいいじゃん、かわいいじゃんめちゃめちゃかわいいじゃん。おー、いいね、かわいいじゃん。おお、そうだ、このエイとイクナで、うんうん、まあ、ソレチルやってた人も覚えてると思うけど、はい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 、まあ、どんなんだったっけみたいなのが思うと思うので、なんか昔の画像を、あ、そんなのも、そう、用意されていますか。そう、こんな感じだったんですよ。いくいくおーおー、はいはいはい、そうそうそう、はいはいはい、そうそうそう、名残あるでしょ。名残、面影だろ。あ、そう、面影、面影、面影何を言ってんのそうそう、おーおー、いいですね。あの、うん、成長遂げたね、成長遂げたね、うん、いい感じに、うん、そうそう、うん、あ、でもいくいくはまあまあそのまま行ったかなっていう感じあるし、素直にね、うん、でも A ちゃん A ちゃんで元々がちょっとツンとちょっときつめの顔じゃないですか、うんうん、そうそうそう、そこからこう、いや、いいじゃないですか、いい感じにね、うん、柔らかさも出てるし、うんうん、かわいいっすね、いいね、いいね、はい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 、いいですよ。ソレチルから10年後の姿はこうなんだって、みんな、どうぞ、これはみんなのあれですよ、愛があってこそこの場にね出てるっていうことですからね、うん、でもね、本当にこの、なんだろう、うん、クリア、ね、みんなが頑張ってしてくれるから、うん、書く方、塗る方、今すごい必死よいやいやいや、そりゃそうですよ、もうすごいスピードで、それだけみんなは期待してるし、うん、ねえ、そうよ、美人さんになりましたね、ほんとそう、美人さんになった、2人とも順調に美人になったな。ああ、ね、画像見るとゲーム思い出したらいいですね、ねえ、これからですから、20年の時を経てね、ほんわかしてる感じがいいな、おー、うん、いいね、いいですよ、いや、ほんといいよな、まあまあ、いや、かわいい、うん、やっぱ成長した姿いいっすね、だいぶ違うな、でも見るとそう、いやいやいや、こっからここの移動はまあいいんだけど、まあ、塗りも変わったし、まあ、時代とともにね、いや、そりゃそうでしょ、だって20年経ってて変わってなかったらそれはそれでさ、そうね、こう比べるね、いや、別にそういうさ、やり方もあると思いますよ、その当時の塗り方で塗ってとかね、うんうんうん、うん、それそれそれ、まあでもね、まあ、現代風っちゃおかしいじゃん、でもずっとやってるんだから、だってみんなさ、そうね、活動としてはそこからずっと20年間ずっとこの業界で頑張ってきてるわけですからね、あなたも、そうですね、あの、支えてくれてるスタッフのみんなもさするわけじゃないですか、うんうん、ね、うん、10年後なのにリアル20年後まあそうね、そうね、確かにそうだわ、そうだよな、うん、また初太にスカートを送られるのが、まさとね、どうでしょう、まあでも 前も言ったけど、まさとって欠かさず出てくるキャラクターですから、うん、まあまあ期待してていい、しかもあれだから彼に至っては完全に時空とか次元を超えてくるタイプの子だから、うん、だってネーブルの作品で一番新しいプリンセスプリンセスって作品でもちゃんと出てくるから、出てきてたよ、出てきてた、ちゃんと出てくるから、うん、そう、ね、いつでも出てくる、うん、ね、まあ、またどんな感じに出てくるのかなみたいなね、うんうん、どんなおパンツが見られるのかなっていうのを楽しみに、そう、あと誰がめくられるのかっていう予想、あ、そうだよね、それもそうだよねあのヒロインとは限らずサブキャラにも行くからね、ああ、そうか、そうか、そうだよね、わからない、うん、楽しみですね、うん、うん、確かにチビバージョンのリブが楽しみ、そうね、うん、ネーブルのロゴみたいな、そんなまあそうね、共にあるね、まあ、まあまあそうね共にね、そうだね、マサト君成長しないのかな、いやだからマサト君はさ、そう、成長しちゃダメなんだよ、いやわかんない、成長するパターンもあるけど、だって時空次元を超えてくるから、やばくねいや成長しちゃったらちょっとあれだもんね、逮捕って感じになっちゃうもんね、うん、そうそうそう、ダメ、いやわかんない、だってしない状態で出てくるかもしれないじゃないですか、今後わかんない、何かのあれでさ、まあね、わかんないけどね、こう なんだこのなんかイケメンはみたいなのが出てきてさ、え
やだそんなそれ相性でもイケメンなら許されるっつって終わるんでしょいやいやそれはやっちゃダメだと思うけどね、うん、ね次元を超え、ね、そう次元を超えるキャラは強いし、うん、もう異次元なんですよ自由にね行ったり来たり、うん、いいよねそういうスターシステムいいですよいいよね、うん、すごいいいキャラクターだと思いますよはねというわけでじゃあこのねイクイクのこのニューヒロインのプロフィール紹介していきましょうかね読み上げます生原イクナ誕生日11月16日身長156センチ血液型 AB 型趣味お菓子作り日記スリーサイズはバスト88の E ウエスト60ヒップ89 E あんのへえ。ナイスバディナイスバディなんだねあ本当だナイスバディだすげえいいですね学年は桜坂学園3年 A 組家族構成は両親の離婚後母と2人暮らし得意科目は A 国数理社すげえじゃんめっちゃ頭いいんだねそうねそうなんだね才女なんだね、うん、アルバイト喫茶シャルルマーニュ好きなもの姉アニメ準備活動準備活動って何準備活動なんか準備準備かなでかいいいですねずいぶん立派に胸ねえねえ本当だよねいいよね何かだ、苦手なもの道を覚える運動全般ああそういうことですかあやっぱりあれですかお勉強は得意で運動苦手系なんですね、うんうん、尊敬する人物は八重樫翼桜夜空の母よく行く場所駅前温水プールえ運動全般苦手なの温水プール行くんだ泳ぐわけじゃないってことなのかな、うん、かなはいということねあ皆さんもうね分かってらっしゃること多いと思いますけどそれちるのヒロイン八重樫翼の実の妹です、うん、おねえ名前ちゃうやんまあそれはでもさこのさ書いてあるからねこう家族構成見れば分かるじゃん、まあ、そういうことかそういうことそういうことか、うん、そうだよねそうかそうなんだねそっかそっかアルバイトは喫茶シャルマーニュってことだよねまあそのあれですよねお姉ちゃん実の姉がやってたところで、うん、翼バイトしてたところだもんねうんうんそうですなにどんだけお姉ちゃん好きなんだよ同じところでバイトしてるっていうところだもんね、まあ、一緒にもやってないだろうけどもね、うんうん、へえ。髪の色違うんだねそうねそれでも元々だからねいやいやそれは分かってるよそれは分かってるけどねまあそれでもさん母の色とかさいやいやもちろんそうなの色とかあるから、ね、でもさ尊敬する人物にさお姉ちゃん入ってるからさそのうち緑に染めてくんじゃないのまた選べるのやねすんごいすごい適当なこと言ってるけどねえそっかそういう絡み出てくんのえどうなんだろうどうかわからないですか胸が大きいから運動は奮起かな、ね、そうとは限らんよでも今のところ小町しか登場権が出てないからねあまあそう確かにそうなるとちょっと分かんないよねそういうあれなの分かんないもともと出る予定だったら分かんないけどちょっと不明です、まあ、確かにねシナリオ的にね、うん、そうだよね運動苦手なのはお姉ちゃんと違うね、うん、まあでも兄弟そんなのにいくらでもねそういうパターンあると思いますけどもいやいいですねいやめっちゃ可愛いじゃんっていうか今回もって言い方した方がいいけど可愛いね頑張りましたねうん頑張ってますでもすごい時間に追われながらもあこのデザインいけてんなって思いながら描いて思いながら描けてんだ、うんうん、あそれはいいことですねそうそう、うん、そうですよだって結局自分がさいくら時間かけたって納得できるものができるとは限らない、うん、それを人がね見た時に可愛いって思うかはまた別問題だもんねこれは難しいもんだと思いますけども ね、うん、そうねはいそんな生原生菜ちゃんが攻略ヒロインに追加され
次のストレッチゴールも発表されております。次は、1600万円到達でさらに攻略キャラクターヒロイン1名追加となっておりますね。こちらシルエット画像が届いておりますよ。じゃん。お、はい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 、これも押せる。押せるの？押せる。どういうこと？まあ、だ私これさ、シルエット書い出てるってことは生中身を書いて、あ、まあそりゃそうだよ、ね、シルエット化させてるわけじゃん。そう、だからその中身が分かってる状態だからあれだけど、うん、これ可愛いなって思ってる。まあ、シルエットもうそりゃそうだよね、うん、だってこの枠だけ書くわけないもんな。へ、いいじゃん。片方だけ結んでんの、それとも、うん、あ、ツーサイドの、あ、それも言わない方がいいね。言わない方がいいよ。それ言わない方がいい。なんだよ。それだってさ、気になるところだからさ。小町に似てる髪型。あ、まあまあまあ。まあね、あ、そう、確かに。まあ、そう。そうね。うん。何何、情報的にあと79万7000。ああ、そうなんだね。ニース入って、そう。あ、あ、細かいとこ見てんね。細かいとこ見てんね。わかんない。ここにリボンつけてる可能性もあるからね。いるよね、そういう子。ああ、いるよね。うん。うん、そうだよな。可愛いな、間違いない。そうだね。誰だろう。誰だろうね。誰だろうね。いや、それいろいろちょっとね。まあ、どうかな。どんぐらいでいけんのかわからないし、それはもう全然誰にもわからないことだけども、楽しみに期待しててほしいなと思いますし。うん、俺も早く見たいな。見てないからね。あ、内緒にするからこっそり欲しい。その言葉ほどなんか信用ならない言葉ないよね。内緒にするから教えてあげたい気持ちもあるけど、ね、そもそもこれで言ってる時点で内緒になんないからね。一体誰なんだ、小町の親戚かな。一体誰なんだって書いてるのが森崎さんっていうね。そう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 。それはもう一番分かってるんじゃないかなって。分かってないなんてことないよね、うん、そんなことはないと思いますからね。誰だ誰だ、はーい、っていうね。え、っていうこと、え、次は、うん、あ、それどこまで読んだ。あ、いいんだよね。そしてその次は、1700万円到達で5人目となる攻略キャラクター、うん、ヒロイン1名追加、うん、はい、ここで5人のヒロインが出揃って、そこでやっとフルプライス作品の規模感の作品がお届けできることになります。はいね、これは何としてでも突破したいよね。ねえ、森崎さん。いや本当に、いや、そりゃそうだと思いますよ、ライターとしてもね。ぜひともみんなに披露したいと思うだろうからね、ぜひとも皆さんね、お願いしますよ。そしてね、さらにその後、1750万円にはまたとんでもないのは出ておりますよ。ストレッチル未登場キャラクター谷川那須野の登場。はい、ストレッチルの保健室の先生谷川今季の妹という幻のキャラクター。まあこうね、何回かこの前の構想でもこういう話してるよね、ナスモの話をね、うん、そうしてますよね。この前東京駅で、うん、なんかあの新幹線のグッズ売ってるじゃない、うん、そこに谷川っていうのとナスノっていうのが隣り合わせになってグッズ売ってたの、うん、すごい写真撮りたかったけど誰もいなかったから写真撮れなくて。でもすごい興奮した一人で。うん、そうかそうか、そうそう、いいじゃない、ね、なんでそれ買ってくればよかったじゃん。買いたかったけど、だっていらないって怒られるかなと思ったからか。なんで怒られるんですか。物増やすなって怒られるからね。ねえ、ね、森さんと友達していただけそうだよね。ねえ、奈緒さんもね、那須野まで行ってほしい。ねえ、那須野は本当、あのデザインまではもともとそれチルでできてて、うん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 、そう、それで、ビジュアルファンブックには載ってて、うん、でもその時はやっぱ保健室でこう働いてる、いや、お手伝いしてる、うん、まあ、結局お兄ちゃんの手伝いしてる体のキャラだったから、うん、助手的なね、うん、だからなんかナース服っていうか、なんつうんだろうな、そういうお仕事みたいな服を着てたの、うんうん、着てたんだけど、まあ、今回はどう、ね、到達した時にどういう風に出してもらえるのか分かんないけど、デザインはね、ある程度
もう決まってるから、うん、そこを今風にまた変えながらかけたらいいなと思ってるけど、まずは到達しないとかけないっていう。まあそれはそうよね、うん、ね、ぜひとも皆さんナスの見たいっすよね。書いてたのに結局ジャクソンさん間に合わなくて、うん、あ、その当時ね、そう、あ、間に合わなくて出せなかったんですよね、うんうん、まあそれはしょうがないっすよ。まあしょうがない、いろいろとね事情がありますから、うん、ジャクソン氏もなかなかすんなり書けない時もあるじゃないですか。うん、あの時カツカツだったからね。人間だもん。そうそうそう、しょうがない。そうなんですよ、うん、ねえ、いやいや、ナスの愛しいし、手出したら許されそうだよね。そうだよね、まあ確かにそうだな。まあまあ、ということでね、今後もね、もう張り切って皆さんの力で乗り越えていただきたいなと、ぜひとも僕らは思っております。そして、まあ一応あれですか、票出してもらえますかね。ストレッチゴール一覧表ですかね、はい。まあヒロイン5キャラ追加クリア後の金額の幅が、まあ短くなっているんで、ナスノちゃんの登場をね、はあ、超えられると僕は信じております。うん、そのフルプライス作品化しつつナスノ出てくるみたいなね、うんうん、そうだよね。まあ、この後ももちろん到達してナスの登場決まって、やった、うん、ハッピーってみんなで喜んでさ、しながらさ、でもそれ以降もさ、ストレッチゴール出てくるんだろうし、まあ予測できないのが分かんないからね、まだ全然どういう感じかね、うん、クリアしてストレッチゴールの内容みたいね。ちなみに前回もね、お伝えしていますけども、一般販売待てばいいや、今はねこれをご覧になってくださってる皆さんそんな風に思ってはいないと思いますけども、一般販売待てばいいやーなんていう風にね思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ今のところ一般販売するっていうことは決まっておりません。現状はね、あくまでもこのクラウドファンディングが成功して、皆さんにご支援いただいた方全てにですね、お返しなどを実行し終わった後にもしかしたら一般販売あるかなっていう、状況なので、まあ分からないです。待ってて、ね、このクラウドファンディング自体がまあ終了して、そうするとある意味このゲームをでやるチャンスっていうのが、まあ、巡ってこない可能性もあるわけでしょ、まあ、うん、何も確約できないみたいな現状ではね。そう、うんうん、だからね、せっかく20年待ってくださった皆さんにもぜひともプレイしていただきたいし、これからね、まあ、全然その当時そのやるような年齢じゃなかったよっていう人でもね、興味持ってくださってる人いっぱいいると思いますので、ぜひともぜひともね、クラウドファンディングを盛り上げていただきたいなと思います、うん、はい。しかもね、もしその成功して、まあ、一般販売までありますっていう状況になったとしても、まあ、今回クラウドファンディングで、皆さんが支援いただいた返礼品としてお送りするゲームとは全く同じ状態で一般販売するかっていうこともわからないし、うん、なんかちょっとね、もしかしたらデイチューンされる可能性もねありますから、うん、まあまあ、まあ、もうほらもうこれね、初期の頃に言ってた夜空ちゃんのほら髪が変化する、うん、まあ、こちらにね、西村さんの隣のところに映ってますけども、うん、夜空ちゃんの髪が変化するっていうこのちょっと機能も今回頑張ってね搭載させることになってますけども、これね、ソレチルのヒロイン選択でどうなったかによって髪色が変わってくるみたいな、誰が選んだんだみたいなところからっていうね、こういう機能もありますけども、これもね、もしかしたら実装されないなんていう可能性もあるし、それはまあ分からない状態なので、ぜひともね、一番いい状態のものを皆さんにプレイしていただきたいので、今回の
クラウドファンディングの、盛り上げるあの力っていうか、この作品をね、うん、あの完成させる、もうフルプライスいって、いっぱいいろ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 付加された状態の作品をお届けできるのは、まあ、だってもちろんほらこれ制作してるみんながいろんなこと考えてるんで、そういうのを全部実現できた状態をあの皆さんにプレイしていただきたいなと思うので、ぜひともあのご協力いただきたいなと思います。お願いします、ね、お願いしますしね、これ手に入れて後悔させることはないだろうっていうものがあると思う。俺の口からは何がとまでは言えないけど、あると思います。あると思う。あると思います。何がとは言わないけど、何がとは言わないけども、うん、ね、何かそういうのもあるかななんてこともありますんで、ぜひお願いします。はい、ということで、あれですか、前回もありました。今回の初出しソリチルコーナー、そんなコーナーの名前あったかな、今回も来年2023年春発売のリメイク版、それは舞い散る桜のようにより男性キャラ2人をお見せしたいと思います。じゃん、おお来たね来たよねえ、前回山彦と麦部を紹介しましたけども、今回の1キャラ目は谷川幸喜、さっき出てきたね、ナスのお兄ちゃんですね。保健室の養護教諭でドクターイエローとも呼ばれる、金色の長髪で中性的な美貌の持ち主だが非常に毒舌、空手三段の腕前ですぐに手が出るのが特徴、外見に似合わず読書家、保健室では毎日ハードロックをガンガンにかけているが、それも園長了承済み、舞とのことがお気に入りで冗談か本気か時々口説いてくる。ねえ、浅間やたるとは同い年で同じ空手道場に通った親友同士である。はい、谷川先生、まあさっきね、ナスのお兄さんって言ってましたけども、ケイソラにも出てくるみたいですよね、そういう情報も得ております。ドクターイエローイケメンじゃん、イケメンだよね、うん、おー、いやー、キュンキュンしちゃうよね、ですね、本当にね、かっこいいもんね、マジで。で、もう2キャラ目いきますか。いきましょう、うん、2キャラ目です。ジン、浅間弥太郎です。おお、もう結構あれじゃないですか、精悍なスポーツマン風ですね、桜坂学園に勤める保健体育の教師、独身、マイトたちとは1年次から引き続きクラス担任でもある、一年中ジャージ姿の熱血君子で鬼屋様と呼ばれている、佐伯和美に一目惚れをする。ん、和美ってケレソラの主人公のカズトのママじゃないですか。そうです。これはなんかありそうなねえ、おー、いい男、ガタイが良くなったね、うん、どっしりしてるね、めちゃめちゃ頼りがいのある感じですね、うんうん、いいね、いいね、おー、楽しみじゃん。小野さん、だって反応気になる、見てるか分かんないよ、だって一応あの病人ですから見てほしいって気持ちは分かるけど、寝ててほしい、僕的にはね、アーカイブで見てね、その時にまあ、あと次回ね、そうそう、次回感想、ね、次回の感想でもいいよね、うん、がっちり K4 の人だな、いや、たまらんでしょう、いいじゃないですか、このなんかおでこの狭い感じもいいじゃないですか、うんうん、ねえ、そうね、うん、はい、いや、今回の2キャラもいい感じの男前ですね、前回に続いてね、言うことないの？言うこと？言うことないの？ないんですか？まあ大体このなんか、はい、谷川先生とか、うん、なんかこういったキャラクターって、うん、まあ、やっぱ社内に女の子が多いから、はいはい、大体あのジャクソン、もう当時からジャクソンとかに、うん、なんかちょっといいの出してるみたいなのを言って、なんか出てくるね、シナリオ上でね、そう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 、そうね、
そうだからなんかそうなんかそっち系みたいな感じのキャラクターになってくの。主人公にちょっとね鎌かけたりとかねしてくる感じになってくるの。そうそう、みんなに愛されてるだから。ということですよ皆さん、裏情報的にはね。はい、ということでね、またあれですか、今回は2キャラだからここまでで、次回の生放送とかでね別のキャラクターをお見せできるんですか。まあ、その予定です、予定なので皆さんぜひお楽しみにしていてください。というわけでなんか西又ここまでになるみたいなんで、なんで最後までやってけーよって感じだけども。いや別にいるんだけど、なんかあのここで西又から告知があるそうなんで、もう番宣なのか何か分かりませんけど、番宣に来たわけじゃないんだけど、告知でしょ、番宣みたいになっちゃった、ね、はい、はい、ぜひじゃあ告知お願いします。はい、なんか全然、ね、聞いてやってください。全然ね、うん、横に座ってるだけだったんですけど、まあ、告知だけさせてください。はい、はい、どうぞ。はい、来月11月9日水曜日から11月14日月曜日まで東京銀座三越本館7階アートギャラリーにて、去年も開催した、うん、あの私の個展がまた開催されることになりました、ね、すごいことだね。はい、うん、展示会名は西又葵展エターナルメッセージ、はいはい、燃えかけるENV で、エンバイロメントっていう環境っていう意味なんですけど、まあ、そういう感じの展示会名になっています。はい、で定番の原画アートカラーとかモノクロを多数用意して、うん、まあ、一生懸命今描いてます。はいはいはい、はい、であとイラスト業界の異例となる環境に寄り添った特殊なアートもちょっと今回初めて取り組んでみようというところでやりますので、はい、それもちょっと見どころっていう感じですね。そうだね、楽しみにしてください。はい、で開催前日の11月8日火曜日は18時から20時まで内覧会と先行販売会が行われます。うん、銀座三越ギャラリーで、まあ、私と交流しながら楽しめる内覧会みたいです。はい、いいですね。でこれまたいち早くあの今回の展示作品を購入できる機会ってなってるみたいなので、まあ、なんか狙うところがある人は、まあ、特におすすめなんじゃないかなと。あー、なるほどなるほど、うん、一般の披露の前にそう、ね、そう、なんか変えてしまうみたいなんで、あ、なるほどね、いつもあの初日に朝一で、はいはい、あのエスカレーターを駆け上がっていただく方とかいるみたいなんですけど、まあそうしなくてもここに来るのが一番早いかなっていうことらしいです。昨年はあれでしたよね、電話オーダー可能だったんだよね。そうね、やっぱりあのそうだから電話が先に通じるか会場に先に着くかの勝負みたいな だったんだけど、うん、今回は内覧会があるってことなんで、うん、まあ、そこが優先っていうことらしいです。なるほど。はい、で、まあ、この内覧会のみ事前に銀座三越ライフデザインのインスタグラムでのお申し込みが必要っていうことなので、うん、まあ、先着でのご入場販売優先となるので、まあ、こちらに、うん、いやここが大事なところね。そうですね、はいはい、そこ登録してくださいっていうことでした。はい、であと、11月9日水曜日20時半から銀座三越公式インスタグラムでインスタライブに出ることになってます、うん、はいはい、作品紹介など会場からの様子をお届けしますのでぜひご覧ください。はい、皆さん見てくださいね。はい、あと11月12日土曜日14時から16時までサイン会が行われます。ほうほう、11月8日から店頭で原画版画グッズ、まあ、合計税込み5500円以上お買い上げでサイン会ご参加希望の方に先着順で整理券を配布するということですので、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひね、あの、はい、遊びに来てください。僕も会期中はね何回かうろうろしに行くと思いますので、見つけた時は声をかけてください。そう、このサイン会の日、はいはい、11月12日次の生放送の日なので、めっちゃハードじゃん。めっちゃハードなんですね。いいですね。そう、サイン会が終わって、うん、あ、じゃあ生放送行こうかっていう感じになると思うので、いいじゃない、はい、生きてるって実感できる。そうそう、みんなもね応援してください。そう、原画を見せるの忘れてた。あ、そうですよ、うん、なんかね、そうそう、書いたものがあるみたいなんで、ぜひ、はい、こんな感じで、ね、ツイッターとかにも載せてたんですけど、うん、ね、まあ、こんな感じで、うん、これを、はいはい、あのこれも飾られるってことだね。そのうちの一部ってことですね、うん、
こんな感じで、まあ、これはモノクロの原画になるんですけど、はいはい、あとはカラーとか、あと大きいビニサイズとかも描く予定なので、はい、ぜひ見に来てください。生で見ると多分線の感じとかは違うと思うので、よろしくお願いします。まあね、はい、ぜひお願いします。はい、こんな感じで、はい、大丈夫ですか？さようなら。さようならじゃないんだよ。まだ番組は続きます。番組は続くんですけど、続きますけど、私は横に行きます。はい、じゃあ分かりました。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、どうもどうも。ありがとうございました。はいはい、ということでね、まあ時間ありますか？あ、なんかあれですね、思ったよりも行ってるんで、そうね、ちょっと残り時間そんなないんですけども、まあ、あの前回意外と好評、本当に分かんない、俺分かんないですけど、好評だったそうなんで、2002年、20年前に発売したね、初代のそれは舞い散る桜のようにの実況プレイ2回目やっていこうかなと思います。はい、ということでね、まだ作品をやったことない人にもぜひともね、こんな感じっていうね、まあ、これを今回リバースするわけだから、このまんまでも何でもないんですけど、なんかこういう作品だよっていうことをね、ちょっと皆さんにお見せできればいいなと思って、今回もちょっと実況プレイやりたいと思います。ただね、あの YouTube っていう特性上、なんか NG ワードとかいろいろあるみたいなんで、そういうところはすっ飛ばしたいと思います。まあでもさ、この20年前の作品っていうのもあるしさ、あのジャクソンシーンのテイスト的にさ、結構際どいの多いじゃないですか。だからちょっとあれなんですけど、やりたいと思います。じゃあやっていこう。大丈夫ですかね。じゃあ行きますよ。あの皆さん、音量とかちょっとあの気をつけてくださいね。ドカって言ったりとか、あの BGM でかいっす。この当時の作品らしい感じです。行きます。前回の多分ちょっと続き、はい、激昏した山彦は泣き寝しそうな声で物騒な動詞を連呼している。そんな殺意に当てられることもなく、少女は涼しげな微笑を浮かべて、その甘くしっとりとした声を発した。大丈夫？怪我しなかった？それはまさしく、たった今ブレを働いた俺に対する嫌味のない心遣いだった。はあ、おかげさまで。間抜けな声で答えると、側面やや後方から山彦の的確な肘打ちが音もなく炸裂した。うわっ。いや、そのこちらこそご迷惑を。ダイヤは無理だけど、クレープぐらいなら。山彦におごらせますと言いかけたところで、プリンセスがそれを遮って目を輝かせた。桜井くんもクレープ好きなんだ。だったらそこのお店がおすすめだよ。生地の厚さが絶品だから。絶品絶品。そう言って串脇は端の方をわずかばかりちぎって俺の口元へ持ってくる。俺は躊躇しながらも、その切れ端を受け取って口の中へ放った。舌に吸い付く溶けるような感触。確かに、と俺はその味に感心していると、山彦は間に割って入ってきた。何？どういうこと？知り合いなの？俺たちは同時に首を動かした。俺は横に、西崎は縦だ。あれ？予想外の反応に俺は首をひねって少女の姿を確認する。あー、ひどい。星崎はわずかにのけずりながら、クレープを持っていない方の手で俺に人差し指を突きつけた。なんで知らないの？え？だって会ったの初めてだよね。違うよ、文化祭の全体会議の時一緒になったじゃない。はあ、今だってわざわざしようと思ってきたのに。それじゃあ私、一方的に話しかけたりしておかしい人だよ。え、あ、そうなの？ちょっと待って、文化祭、文化祭といえば去年の10月ぐらいの話か。ああ、そういえば学級委員が風邪で休んだ時、一回だけ担任に代理として会議に出席させられたことがあったな。かなりおぼろげな記憶だが、もともと昼休みに宅配ピザを頼んだことが発覚して、その処分というなら、という何ら関連性のない不当な理由だっただけに、全くやる気なんかなかったし、その文化祭実行委員定例全体会議とやらもほとんどそこにいただけで、気づいたら解散ってな感じだったからな。そうか、
そこにこのお姫様を依頼してたんだな。ああ、はいはい、そんなこともありましたね。もちろん覚えてますとも、白木のぞみさんですよね。本当？覚えててくれた？覚えてない。しかし、フェミニンな精神を持ち合わせている俺はレイディに恥をかかせては紳士が捨てると迫真の演技でその場を切り抜けた。幸いなことに相手は有名人、一応名前ぐらいは知っていたから問題もなしだ。めでたしめでたし。こいつは嘘をつくとき口調が敬語になる。そんなことありません。本当に覚えてるんです。面白いでしょこいつ。まずい、レディーが俺に疑惑の眼差しを向けている。国では紳士の面目は潰れてしまう。私は覚えてるんだけどな。あの時桜井くんがみんなの前で言ったこと、ちょっと感心しちゃったんだけど、それも忘れてるのかな。いや、はい、覚えてますよ、と言いながら必死に記憶を辿るようで。そんなバカな、一体この俺ごときが何を言って他人様を感心させたというんだ。よし、まずは情景から辿っていこう。数卓の長机を四角形に配置した会議室。愛想笑いの一つもない銀縁眼鏡の議長。そちらに視線を据えて背筋を伸ばす学生たち。俺は隅っこの席でパイプ椅子に居心地悪くうさまって、来場者の動線確保だとか食品関係の衛生管理だとかおよそ興味のわかない話をぼんやりと聞いていたはずだ。しかしすぐにまぶたは重たくなってきて、耳に入ってくる音声も脳がそれを言語と認識することはできなくなり、やがてどうせよだれ垂らしてゴーゴー寝てたんだろ。くそ、さすがに1年間同じ釜の飯を食ってきたやつは鋭いな。まあだから俺がそんな大それた場で大それた発言なんてするわけがないんだよな。何せ入学して早々に評判が、山野をかけ巡っていたプリンセスの存在にすら気づかなかったんだ。よっぽど熟睡してたんだろう。まあほら、こいつはこういうアナーキーなやつだから許してやったよ。記憶の引き出しを探っている俺の体を山彦は押しのけるようにしてしゃしゃり出る。アナーキーだったのか俺。そんなことより星崎さん、俺はこいつの保護者で相良山彦、蟹座の B 型、足のサイズ 26.5、好きな天然記念物はカラフトルリシジミで、座右の銘は明日に伸ばせることを今日するな。以後よろしくね。なるほどね。あ、はい、星崎のぞみです。こちらこそよろしく。かわいいね、山彦の突撃艇みたいな自己紹介に少しひるみながらも星崎は笑顔で答えた。自分の名前がすでに知られていたことを気に留めないのは有名人ゆえの日常茶飯事ごとなのか、日常茶飯事なのか、ただ単に抜けているのか。しかしまあ悪い感じの女ではないな。話してみればプリンセスなんていうほどの威圧感は受けないし、むしろとっつきやすくて親しみが持てるっていうか、からかいやすそうなタイプだ。ええ、俺たち今から遊びに行くんだけどさ。山彦も同様の感想を抱いたのだろうか。クエンデはプリンセス相手に大胆な行動に出た。もしよかったら一緒にどう？いや、二人だけじゃ何するにも盛り上がりに欠けてさ。始まったか、相良山彦の昆虫舞踊。相手を選ばないにも程があるな。結果は見えてるんだからやめとけばいいもの。俺は山彦の行動を。さあどうする、妨害に出る、黙って見守る。まあ上にある妨害に出るにするか。何言ってるんだ山彦、お前今から全国座役選手権の決勝戦だろ。何俺の横やりがあまりに意味不明かつ突拍子もなかったので、山彦はろくに反論さえできなかった。よし、狙い通り。全国何聞かなくていい。いや、なんでもないよ。一言で説明するなら、埋めたり埋められたりだ。こいつの得意球技なんだよ。いや、俺は全くのビギナー。むしろ、こいつがプロ在学リーグのエースストライカー。どんなや、埋める埋められ、引っこ抜きの三冠を制した男なんだ。よくわからないけど、なんだか面白そうだね。
な、何？プリンセスは意外に強者だった。あ、ね、そう思うでしょ。じゃあさ、もっと詳しい話聞きたくない？どんな流れで？そして山彦は瞬く間に燻製に転じた。転んでもただでは起きないやつ。あ、聞きたい聞きたい。でも残念、実は私これからバイトなの。結局は振られたけど、しかしプリンセスもさすがだ。実にさりげない断り方を心得ている。仕事を出せんちゃ食い下がるわけにもいかないし、正当な理由だけにお互い後腐りが行わない。そっか、それじゃあ仕方ないね。ああ、バイトじゃね。山彦は白い歯を見せて爽やかに笑ったが、俺の目にはそれが妙に寒々しく映った。あ、それじゃあまた今度、星崎さんの時間があるときにでも付き合ってよ。まあ、毎度。もはや一筋の光明にすら見出せない抜け殻の社交辞令はどこか負けんちみじみて聞こえた。ああ、しかしつい勢いで俺はうなずいてしまった。うん、楽しみにしてる。星崎のぞみも形だけは心よい趣向を持って応じてくれた。しかしそれはプリンセス流の宮廷作法に違いない。小さく手を振って去りゆく後ろ姿を眺めながら、山彦は接客用の能天気な笑顔をため息で崩した。ま、こんなもんか。こんなもんだろ、星崎のぞみだもんな。星崎のぞみだからな。なんてったってアイドルだもんな。なんてったってアイドルだね、これ。でかかったか。まあ、あ、飛んじゃった。興味なさそうだな。少なくともお前ほどにはないな。相変わらず不健全なやつ。呆れ顔で口の端を釣り上げる山彦。不健全なのはどっちだろうとも思ったが、あえてそれについては言及しなかった。山彦とこの手の話をすると決まって長くなる。なぜかこいつは俺が恋愛とかいう方面に関して淡泊な捉え方をしていることにいささか不服を持っている節があった。俺ってハードボイルド系のキャラだからな。うるせえよ。そうやって俺たちは春休みの最後の一日をひどく無意義に過ごした。はあ、桜舞う街並み、春の香り漂う暖かな風、当たり前のように流れる退屈な日常、本当に大切なもののなかった世界、かけがえのない存在に出会う前の青い季節。この頃の俺はただ過ぎゆく毎日を無気力に送っていた。ああ、この感じかな、時間的にね。この後いいんだよ。4月8日月曜日ね。まあ時間的にでもこんな感じです。何？おしまいだね。ね。まあでもちょっと振りだけやろうかな。登場するぐらいまで閉ざされてやる意識の扉を優しくノックする空室音。それに重なる少女の声も調子こそ強めなものの、声量自体はそれほどでもない。どちらも眠りから覚めるには程よい優しげなボリュームだ。呼びかけに応えるため俺は布団から這い出てのっそり立ち上がる。6畳一間の小さな俺王国をまだおぼつかない足取りで横断、外側から控えめなリズムで叩かれているドアに手をかける。はい、寝起き直後の潰れた声で俺は玄関の向こうに立っている少女を迎えた。おはよう、おばちゃん。うわ、来た。おはよう、お兄ちゃん。お兄ちゃん来たよ、お兄ちゃん。ひどく老狽した調子でもごもご言う制服姿の少女。隣室に住むシリさんの一人娘、森アウガちゃんだ。俺は小さく振り返って部屋の壁時計を確認した。文字盤の上で短い針と長い針が逆くの字を描いている。それほど切羽詰まった状況でもないけど、落ち着いた投稿を果たしたいのならもう支度を始めた方がいいという時間だった。めっちゃ可愛いよね、アウガ。めっちゃいいじゃん。
青葉ちゃんは本当に出過ぎた真似を生かしたと思っているらしく、いつも以上に弱虫な態度で俺の反応を伺っている。彼女は朝たまに君にして声をかけてくれる。うっかり目覚まし時計のセットを忘れることの多い俺にとってはありがたい話だった。いや、ちょうどいい時間だから起きるよ。青葉ちゃんの通う衛生女学院は俺のとこよりも遠くに位置する。だから朝は俺よりも忙しいと思うんだけど、よく他人の世話なんか焼いてる暇があるよな。よっぽど早起きしてるんだろう。元来他人の面倒を見るのが苦じゃない性格みたいだし、実に頼もしい存在だ。こんないい子だから、普段山彦みたいな汚れた大人たちには飛躍的に振る舞っている俺も、青葉ちゃんが相手だとつい優しい気持ちになってしまう。無論こっちが俺の巣なのだが、ということですね。はい、青葉めっちゃ可愛いやん。お兄ちゃん言うてくれる女の子やば可愛い。可愛いよね。でも父親がしげさんっていうね。いやー、もっとやりたいんだけど、ちょっと時間がね、この辺です。次回も楽しみにしててください。続きね、やりたいなと思います。あるかね、その時間。あるよね、多分ね。はい、ということで、それはマイチル作品のように続編作品、けれど輝く夜空のような制作クラウドファンディング、現在開催中です。11月28日月曜日23時59分までの期間になります。皆様のご支援、ご協力、拡散など引き続きどうぞよろしくお願いしますね。まあとりあえず発表されている1750万円までのストレッチゴールを乗り越えていきましょうね。この先の達成で作品がどん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 グレードアップしてね、すごいことになります。攻略ヒロインプラスルート追加、ストレッチルに出てきていたヒロインでは、あとは水ね、椿がまだね出てきてないですね。ストレッチルヒロインの登場、のぞみ、翼、青葉、こだまは今出てきた青葉だよ。もうめっちゃ可愛いもん。返礼品のプラスアルファの追加とか、あ、この間ね話してたけどあるのかな。はい、ということでね、皆さんご支援していただいた金額によって、内容とかがねボリュームアップしていきますので、何卒よろしくお願いします。そして終了までの期間、引き続きできる限りね、僕らも生放送やっていきたいと思います。次回はねもちろん多分小野さんも、来てくれるんじゃないかなとも思いますのでね、そこでねいろんなまた話をしながら、後半はねまた実況プレイを2人でやいのやいの言いながらやっていきたいなと思いますので、ぜひとも、皆さん楽しみにして時間をね、ぜひ作ってもらって、生の状態でねご覧いただきたいなと思います。はい、というわけで次回の放送はですね11月12日土曜日、20時よりですね、次回もあの土曜日だからみんな集まりやすいよね。ネブナは放送します、生放送ですよということです。まあ、今回はね、西俣、がちょっとねサポートしてくれましたけども、サポートっていうか自分の宣伝しに来たのかな、あれはね。わかんないですけどもでもね、あの僕も久しぶりに西俣と一緒に横に並んだので、楽しかったです。皆さんもね楽しんでもらえてたらよかったなと思います。はい、というわけであっという間ですね。これ結構今回喋りっぱ、三宅頑張ったね。先日ほら人間ドック行ってきたんですよ。人間ドック行って胃カメラさやったから、まあ、鼻からのやつやったんだけどさ、ダイレクトにほら喉通るじゃん、声帯のところ。でもまださ痛くて左側のところが、まあでもそんなん関係ないぐらいやっぱ実況プレイ楽しいよね。なので次回も、ガンガン進めていきたいと思いますので楽しみにしててください。ネブ生4回目、そろそろ終わりのお時間です。何？4回目じゃなかった？生放送はなんだっけ？
5回目か。横でブツブツ言うの言いなさいよ。お前からあちゃってね。5回目です。はい。ということでね、お時間です。いや今日もね、皆さん貴重なお時間をね、日曜日の夜に集まってくださって本当にありがとうございます。ね、嬉しいです。いやもう今日は僕もこの後家帰って美味しいお酒は飲め、いや飲まないな喉痛いから飲まないですもう、もう満足感に浸りながら眠れると思います。はい、ということでね、次回も11月12日土曜日8時からなので、ネブナバ6回目楽しみにしてください。はい、皆さん本日もね、どうもありがとうございました。本日は三宅淳一、西俣葵でお送りしました。またねー。